ありますけど。嘘です。大丈夫ですか？嘘です。物を触ったら本当にそうなっちゃうので。だからこれはそうならないように気楽に触れるものなので、ラフィで普段毒とか電気とか俺らが触ることができなくて、そういう深海に住んで俺らこうやって遊べることができなくて、ちょっとした深海の雰囲気を再現して、でそういう特性を楽しめると思って。おフラケで深海でなんか泳いで飛んでる感じがして、だから風船を使ってエビを作って、そういう特性を全部表現したいので。これ実物大なんですか？そうですね、実物もこんなサイズもあって、ちっちゃいサイズもあって、で一番ちっちゃいサイズだとしたらまだ浮遊生物とかして、だからこういう周辺ちっちゃい LED 仕込んで、なんかフラケ以下に浮遊生物とかそういうのを作って、深海のその雰囲気を作りたいですね。なかなかびっくりしました。ありがとうございます。ありがとうございます。寝てるんですね。